可愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来たんじゃないあなたは私をどうしたいの時間なくてバタじゃないんだし響かない言葉並べないで惨めなとこを見せないでこのまま返してもいいの恋の始まりは理屈じゃないよ全然始まりそうになんかない熱しやすくて冷めやすいんだ俺そんなこと誰も聞いてないでしょ無駄に憑依を転生運動としてるが明かりさせないでもうこれ以上隠してるわけじゃなくて静かにさせて今夜は弟子を